今回、日韓首脳会談が行われまして、その中で、私ども あまり多く報道は出ておりませんが、菅総理がイ・ミュンバク大統領と、この日韓の図書協定ということ、これについて協定に署名をされました。私どもは国会の方では全くこの問題については審議をしておりませんし、また実はこの部会でも、かなり前に一度報道になった時に取り上げたというだけで、先生方から議論を、いただいておりません。今日は条約の、審議という前に、この議期というのは一体、どういうことなのか、今回の一連の経緯はどういう内容なのかということを、先生方から意見を伺いたい。そのように、まず朝鮮王朝議期と、韓国政府に引き渡す図書について、この、概要について、外務省の方から説明をお願いします。ご案内の通り、今年の8月10日に菅総理より内閣総理大臣の談話が発表されて、韓国に対するその歴史認識を明確にされた上で、最もその重要な隣国である韓国との間で、この地域の平和探偵のために協力をしていくということを言われたわけですが、その談話において、朝鮮半島由来の書物の引き渡しに言及がございました。それはここの背景のところにございます、この上の方のところに書かれております、形で言及がございます。すなわち、日本が統治していた期間に朝鮮総督府を経営してもたらされ、日本政府が保管している、朝鮮王朝遺跡等の朝鮮半島由来の貴重な図書について韓国の人々の期待に応えて近くこれを渡したいと思います。こういうことでございます。で、この談話、談話を踏まえまして、事務的に、外務省宮内庁と協力して、精査を行いました結果、この基準に該当するものとして1205冊、これが引き渡しの対象となるということが特定できました。そして、引き渡しのためには協定が必要でございますので、韓国側と交渉し、政府間では合意に至ったことは今小野寺会長の方からご説明があったとおりでございまして、ここにございますよ、一昨日 APEC 首脳会議の際のに前原外相とキム・ソンファン外出部長官の間で協定に署名したところでございます。この引き渡しの対象となる図書というものでございますが、もう一度この資格のところに戻りまして、日本が統治していた期間にということですので、1910年から45年、それ以外のものは入らない。それから朝鮮総督府を経由してもたらされ、日本政府が保管しているということでございますので、民間が持っているものはここには含まれないということです。それから朝鮮王朝遺跡等の朝鮮半島由来の貴重な図書でございますので、図書以外のものは含まれない。1965年にも文化財の引き渡しというのは行われておりますが、その際には図書以外のいろいろな石像ですが、そういうものがございましたが、今回は図書に限定した、こういうことでございます。で、そういう形で、日本政府として、精査を行った結果、1205冊というようなものが特定できたわけでございますが、それにつきましては1ページをめくりいただきまして、ページの2、こういう大きく分けて2つのカテゴリーがございます。一つはいわゆる朝鮮王朝遺跡といわれるもの167冊です。ここに書いてありますのはいくつかの例でございまして、この例につきましては、4ページ目以降にちょっとカラー刷りでどういうものかということを簡単にご紹介してございます。それからもう一つは朝鮮王朝遺跡異界ということで1038冊、いくつかの例はこちらに書かせていただいておりますが、これは分類いたしますと3ページ目に、内容としてはここにございますように、文学関係の図書、歴史関係の図書、思想関係の図書、それから政治云々とございます。政策時期もさまざまな政策時期ということで、ございます。そういうこういうことで、特定したわけでございます。この引き渡しの範囲とその特定につきましては、これは日本政府が自ら行ったわけでございまして、交渉の対象ではございません。ただその後、引き渡しのための協定を韓国側と交渉いたしました。それは引き渡しの対象となる図書が日本国の国有財産でございますので、国有財産を無償で譲渡するにあたりましては、財政法の定めにより法律もしくはこれに代わる国際約束による必要がございますので、協定案として作りまして、これ国会にお分かりするという次第でございます。韓国はその未来に向けた新しい100年を開いていくパートナーでございまして、最もその重要な隣国でございます。
今回の引き渡しもその過去の歴史を踏まえた上で一緒に未来を築いていくというこういう文脈においてご理解いただければと思う次第でございます。以上でございます。ありがとうございます。ちょっと一つ確認をしたいのは、これあの日本政府というふうに、この議員含めて図書のお話をしていますが、これ日本政府というとバクッとしたものなんですから、これがあの国会図書館にあるものなのか、外務省にあるものなのか、あるいはこれあの、皇室宮内庁、これはあの、皇室の財産になるものなのか、宮内庁が所有するものなのか、ちょっとそこをあの正確に教えていただけませんか。これはあのこのまさに総理の談話で、出されましたこの基準に沿うものについて、これがどこにあるかということで国の機関には調べをいたしました。それでこれが唯一あるのは宮内省の所領部ということでございまして、他のところにはございませんでした。そしてこれは国有財産で、極めて今回の日本政府の判断は私は疑義があるというふうに思っています。でそれはですね、ここにある今3点の理由からなんですけども、まずそもそもあのこの国有財産をですね、簡単に他国に渡せるかどうかというと、これは非常にあのどの国もあの重要な問題としてですね、簡単に取り扱っておりません。それで今同じようなもので、実はあのこの外継承核問題というのがありまして、これは1866年にフランス軍が朝鮮の高架島にあったこの継承閣というのは、これあの国庫王朝の図書館のことだそうです。でそれをあの首都にない、首都外にあるから外継承閣というんですけども、その朝鮮のですね、王朝の国有所蔵の図書、これ危機なんだよね。これね、危機も入ってるんだよな。であのそういうものをですね、あのフランスに持ち去った事件というのがあるんです。これあのまあまさに脱出しちゃったんですね。でしかしこのフランス政府は現在返還を拒否していて、それは実に17年間にわたって拒否をしているんです。でそういう交渉をやっているところにですね、日本が簡単にこの返還という事態に応じるということになれば、これは世界中のですね、フランスをはじめとしていろんな国の国有財産の引き渡しについて、まあ、影響を及ぼす恐れがあるということで、これ収拾つかなくなる。それをこの日本がですね、先鞭をつけてしまうことにならないかと。例えば大英博物館にあるものはどうするのということになります。それでさらにですね、私はこの問題きっちり外交交渉すべきだと思っているのはね、まず今回の引き渡しは日本が統治していた期間35年ですかに朝鮮総督府を経由してもたらされて日本政府が保管している図書だと。であるならば、この日本が統治していた期間に、朝鮮総督府を経由してもたらされて韓国政府が保管している日本のものはないのか。朝鮮総督府は日本の機関ですから、そして戦争が終わったところで我々は財産をそのまま置いてきて、結果的にこの日韓基本条約で財産の請求権を放棄したわけです。だから韓国が返してくれと言っているものと同じものが韓国側に置いてないのかということが、これ素朴な疑問であるわけです。でそこでですね、この図書があるのかないのかっていうのを調べましたらば、この資料の2でございますけれども、まず韓国の国立中央図書館に日本古文書が置いてあると。そしてそれは要するにこれ韓国の中央図書館、当時朝鮮総督府が持っていたもの、朝鮮総督府が管理していたもの、それがそのまま置いて置かれて、そして韓国の中央図書館となったと。でそこにはですね、今この外国古書目録というのを見ると、少なくとも国立中央図書館では15,963種、85,953冊の外国古書を収蔵しており、これらは中国と日本の古書であると。これ中国と日本のものが混じってます。でも紛れもなくですね、同じカテゴリーの今回我々が引き渡すといったもののものがですね、日本のものが韓国にも置いてあるわけですよ。じゃあこのことについて外務省は認知してるのか、そしてこういった交渉してるのかということになります。それからもう一つですね、この国使、韓国の国使返済委員会という、これも国家の機関です。こういうところにですね、対馬宗家の古文書があると。これも約3万点あるんじゃないかと言われていて、これは朝鮮総督府時代に
要するに文学交流をやろうということで、日本からですね、朝鮮総督府に持ってって、朝鮮から日本に持ってきたのと同じように、日本からもそういった古文書を持ってって、そして文化の交流を図ろうということもあったようです。で、そのまま韓国に置いてこざるを得なかった。そういう文書がですね、今回引き渡すのと全く同じものが韓国に置いてあるんじゃないかと。で、こういうものをね、知ってたのか知らなかったのか、そしてそれを交渉しなくていいのかということ、これをですね、私は外務省、そして今回の強制をですね、本当に国が承認する前にこういった議論をしなければ、これはとてもじゃないけども強制を結ぶことなんかできないじゃないかと、このように思ってます。それからたまたまこれも別のところから知ったんですが、あるフリーのジャーナリストからの話聞きましたけれども、今回のこの議期167冊を引き渡すわけなんですが、日本当局において、総督から もたらされて日本政府が所有しているものというものなんですが、167冊のうちの4冊は政府が購入したものだと。そうするともたらされたものじゃなくて、日本政府がわざわざ自分たちで買ったものまでこの返すということに含まれているけれども、この問題はどう解釈するんだということも含めてですね、私はこれもしこういったことをないがしろにして事実を確認しないまま一方的にこの外交がね、外交交渉が行われ、しかも最終的にはこれ電話会談だったじゃない、大臣同士の、そんな程度のことで決めちゃって、それを APEC の場でですね、署名までしちゃって、でこれ簡単にはね、とてもじゃないけど国会答弁の質問ではないと私は現時点で思いますよ。ですので、これ先生方にもですね、ぜひこの問題点を共有していただいて、しっかりとですね、議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはこれ議事だとか言ってますけども、そのうちこれからこれだこれだこれだってなってきますよ。これそしたら大英博物館なんか全部持っていかないから、エジプトにあれということになりますよ。これあれアテネに全部持っていかないから、ですからその辺のことをしっかりしないで、ただ言ったからこれで日韓の友好関係がよく、ね、関係が良くなるだろうということで軽くやっていいのかどうか、これはやっぱりね、それは日本と韓国の関係は大事だけど、しかしこの手続き、そもそも手続きのやり方がこれかなりおかしいなと。菅さんが自分の韓国側にいい顔しようということで軽々と返事して、そしてあとは了承してくれと、こういうことでしょうかね。だから今新藤さん言われたように、いろんな問題があるわけだから、その辺をしっかり吟味しないと。これは私は今後に過去を残しますから、私はやるならやるでしっかりと緻密にこれ議論した方が。日本政府は今韓国の方に引き渡すと言ってますけども、北朝鮮はどうなんでしょうか。当時日本が統括していたのは、朝鮮半島全部ですから、このものは北朝鮮の方も情報によると返してくれと言っていると。なぜ今回韓国だけなのか、この法的整理はどうなるのか。もともとこれは朝鮮のものであれば韓国のものじゃないんですよ。ここの整理をどうするのか確認したいが1点。2つ目は今回前に質問したんですけども、この談話お渡しなんですよね。お渡しってこれは法律用語としてはどうかなと。これは貸与なのか返還なのか。実際、韓国の方はもう報道では返還されるっていう言葉を使ってるんですよね。返還、韓国は勝手にこの8月10日の段階でも。でも、フランスの方は一部は場合によっては所有権はフランスに置いたまま貸与するというやり方もある。そこはでも全然説明がまだなされていない。これはどういう手続きを今考えているのか。また他のものにも指導する方、他のものにいろいろ影響すると思うんです。で、それとも新藤先生のフランスの話、フランスの話、ミッテラン大統領はいろいろ一部のものについてはやり取りをしたということはもう知られています。その時にフランスの方があるいは韓国をやろうとしたのはまさに交換なんです。交換。韓国からのフランスに返す、フランスからの韓国に返すということを、外交交渉をやっていたということが言われています。まさに、日本のものも向こうにあるんで、まあ、それ交換とい
ということも、いろんなこれからの議論の中で出てくる。思いますけれども、この辺はどうなって、じゃあ、外務省の方から、これ誰のまずあの指示で、このようなことになったかを含めて、今、5点、6点出ていますが、お答えください。たくさんご質問いただきました。まずこの図書の引き渡しにつきまして、これは韓国政府からの法的な要求として出てきてたということではなく、例えば韓国国会における決議等々で韓国の方々からのご要望があったというような事実でございます。そういうものを踏まえまして、今回こういうことをやったわけでございますが、今いろいろな先生方からご指摘があった、いやもっとこう例えば日本のものが向こうにあるならそれを交渉すべきではなかった、あるいは貸与という形もあり得たんじゃないか、等々ご指摘がございましたけれども、これにつきましてはおそらくいろいろな国のいろいろな事情がある方は存じますが、日本につきましてはやはりこの100年という節目にあたって、かつその統治をしていた側、されていた側とこういう点を踏まえて、むしろ一方的な行為として行うことに意義があるというふうに政府として判断したでございます。それからヨーロッパって持ってないから議会も解除しって言って、それからフランスの例につきまして、もちろんその波及、フランスの例につきましていろいろなその波及の問題があるというご指摘はございます。で確かに文化財の植民地時代に、持ち込まれた文化財の返還についていろいろな議論があるのはその通りでございます。ただ一点、この外形昇格の話につきましては、フランス政府と韓国政府の間でかなりお話が進みまして、実質的には合意に至りつつあるというふうには聞いております。それからまた先生からご指摘になりました、このいろいろな韓国にある日本由来の図書、こういうものを日韓の交流の中であるというのはその通りだと存じます。もちろん法的にはその日本としてこれを返せという請求するという法的立場にはないのは事実ではございますけれども、今あって先生からあったご指摘というのはその通りだと思います。ただ先ほど申し上げましたように、今回の100年の節目という中で、むしろ日本が何を返すかということで、こちらで選んで、こちらで対象を選んで引き渡しをすると、こういう日本側のイニシアチブとして行ったというふうにご理解いただければと思います。それから、手続き面で、総理の発言、これがあって、そもそもちょっと唐突じゃなかったかという平瀬先生からのご指摘がございました。総理の談話におきましては、貴重な図書について韓国の人々の期待に応えて近くこれをお渡ししたいと思いますということで、政府の意思として表現しておられます。もちろんその後はこの談話発表の後行われました日韓の電話首脳会談等々におきましても、必要な手続きを踏んで返還をするということで、当然のことながらそこに議会が判断があるということは先方にきちんと説明しているのは事実でございます。それからそれ以外にももっとあれも返す、これも返すということになるんじゃないかと、これはもちろん声としてはすでにございます。今回も今も今回こういう措置を取って、韓国側の受け止め方、一応に基本的にはこれを発表した日には各紙一面で報道されて、基本的には好意的な受け止め方ではございますが、確かにいやもっとあるんだよねということもございます。ただそこにつきまして、我々としては今回まさに先ほど申し上げました、我々がその統治していた機関にこういう形で入手したものをお返しするということで、我々がその範囲を限定することによって一方的に、お返しを引き渡すということで、やったわけでございまして、これ以上のことは考えておりません。それから北朝鮮に、つきましては、これは平壌宣言の中で文化財については別途議論するということになっております。それから平壌宣言の中で文化財についてはですね、誠実に議論するという意向がございますので、国交正常化交渉が始まればその時点で話をするということになっております。今返すことはありません。それから韓国に返せたら誰に、韓国ではなくて北朝鮮との関係では、ですね、北朝鮮につきましても平壌日朝平壌宣言の中では、もちろんこれから国交正常化交渉始まらないと何もあれなんですけれども、まずはその請求権の放棄ということを原則として踏まえながら、そして文化財については誠実に議論していこうと、そういう意向がございますので、これは国交正常
交渉が始まらないとそれ以上の議論にはならないということだと思います。それから、談話の中で、貸与なのか返還なのか、お渡しというのは一体何なんだと、ここは返還と言っているんじゃないかということでございますが、お手元にお伺いいたしました、あの協定にございますように、あのここ第1条にございますが、1条に、朝鮮半島に由来する付属書に掲げる図書を両国政府間で合意する手続きに従って、この協定の発行効力達成後6ヶ月以内に大韓民国政府と引き渡すというふうになっているということでございます。あのまた根口先生がいただいた地域研究の点の視点が非常に重要ですので、十分考えたいと思います。ちょっとあの石垣さんね、これ専門家に意見聞いた、専門家の意見というのは、あのまさにこの引き渡しの対象範囲の限定されたその範囲、その中でどれがきちんとその範囲の中に、カテゴリーの中に持ってくるかというのはきちんと精査をいたしました。それはあの国民の意見を聞いたわけです。それはそういうことで、審議はそういうことはしておりません。でも誰が審議会とか国民の意見とか学術研究の皆さんの意見とか、そういうことの意見は今回聞かれましたか。そういうことはしておりません。それはまさにこういう形でですね、いろいろな意見が多分出てくると思います。あのね、石垣さん、結局今の話聞いてると誰の意見も聞かずに、専門家の意見も聞かずに、結局誰も意見聞いてないけど、これ菅さんは返すって言ったからあげますっていう、そういうことなんですか。まさにですね、先生ここに書いてございますように、総理の談話の中に条件が書いてあるんですね。日本の統治機関の間に中層トップを経由して入手して、現在政府が持っているものであった、それが図書であると。その中でその条件の設定の仕方について、まさに例えば多分井上先生はそこの条件の設定の仕方を審議会で議論してよかったんじゃないかというご意見かとも思いますけれども、いや、それを言われるのは初めてですね。ついてもだよ、ちゃんと意見を聞いたのかって話でしょ。あのこれはすみません、請求権を放棄したという絶対的で、一方的な形で今回この節目の時期にこういう形で分け渡しをすると、何らかの意見を集約しなきゃダメですよ、そういうことをやるんだという、誰かの思いつきで、まあ石垣さんって、あの結局ですね、今の話をずっと聞いて分かったのは、これは外務省も実は想定をしてなかった、それからこれ韓国にあの日本の文書残ってないかと私何度も確認したんですが、残ってないと明確に言ってました。ですから新藤先生の指摘の前までは知らなかったと思います。で実は今回今の理由を聞くと、おそらく何かあの明確な理由はないんですね。結局日韓100年でイ・ミョンバクが日本に来るお土産何かなという時のお土産という印象にしか私はない、そんな感じ。まずあなたは自分たちで主体的な判断をして、日本からね、一方的な行為に対するあの我々の逆に今回は一方的な行為なんだと、こういう話をされました。だけども前提として双方に事実があるということを知らなかった、ね、あの日本が本来ならば要求し交渉できる事柄があることを知らずに決めてしまったってことは覆す。これからまた国会の審議の中でね、いや実はしていたんだとかいろいろすり替えが、あなたたちの今上の人たちは得意になってるからね、これはみんなまんざらまいで決めたんだとかね、あのあなたが言ってるわけですから、小野寺部会長もこの問題では日本から要求するものはないのかっていうのは再三にわたり聞き、一切ございませんっていうのが外務省からの返事でしょ。私のところにもこれは担当の幹部が来て全く知らなかったと。それは11月の11日に私はあの自分の部屋でこの話をしたんですから、その時まで知らなかったんですから、これが事実ですから。これがもしすり替われるようなことがあってはまかにならんと思いますので、これはあらかじめ言っておきますよ。あなたたちは変えられませんよ。それから日本政府はこの問題で今までも韓国側からあの要求を受けてるわけで、それであの断ってきたんじゃないのか。議会からだね。いやいや、政府じゃなくて議会からしか。いやいや、これ共産党前から、さっきから言ったように、いろいろなところで交渉の場でこの話はあったわけだけれども、日本政府としてはこれを拒否してきたわけですね。それが急転直下ここのところで変わった。それは今政務三役というけれども官邸じゃないんですか。だから待って、そういうこともあるよ。それから北朝鮮に対してどうするのかっていうのは
当時は朝鮮王朝でしょ、韓国と北朝鮮が今は分かれてるけども、もともとは朝鮮王朝のものだとするならば、それを韓国にだけ戻して北朝鮮から対応言われた時にどう対応するんだと、この財産のね、韓国軍と北朝鮮軍とどうやって分けるのか、この問題をクリアしてるのかということ、それからそもそもこの日韓基本条約を覆すことになるわけですね。だとするとここまでのことをやるならば、じゃあ勝手に二小板ラインを引かれて3000人に上る人たちが拿捕され、抑留され、犯罪者の名義された人たちもいる、こういったものの賠償だとか名誉回復、これ交渉に上げなければならないんじゃないのか。さらには私がずっと皆さんも同じだけども、竹島問題において今ですら日韓のですね、これまでの状況を打ち破るようなことを韓国が勝手にやろうとしてるんじゃないの、この友好の陰に隠れて。こういった竹島問題についても何ら交渉もせずに触れもせずに、こういった一方的な行為を行って、本当にこれが外交なのかと、それについてどう思うのか、これも国会で徹底的に追及していくけども、まず今あなたたち外務省はどう整理しているのか。請求権の放棄という点については、日本においても韓国においても踏まえておりますし、まさに先ほど先生からのご指摘がございました、日本の古文書の話、あるいはその二小板ライン等々の話、こういうものは関連の条約法律等によって整理されていて、法的な根拠として請求するという性質を持ってないことは、これは双方とも理解しております。ですから、そういう意味において基本条約を覆すということではないかと思います。確かに今先生がおっしゃったように、じゃあこういうものを知らなかったもの、これをもっと交渉に乗っければいいではないかというご指摘があったと思いますが、これについては繰り返しになりますけれども、こういうものを知らなかったとはいえ、その交渉云々というよりは、まさになぜ突然かと言われれば、それは100年の節目で、これから新しい日韓関係を築いていくと、そういう中において出てきた問題というふうにご理解いただきます。官邸から出てきたか、それから今まで要求があったかということですけれども、それはもう一度繰り返しになりますけれども、韓国政府からは請求というのはございません。それは韓国政府も請求権等々の関係条約法律で整理されていると分かっておりますので、それはございません。むしろ国会等々の場における決議、あるいは一般の方々の要望、強い要望があってきて、こういうものに、こういうものがあるという、そういうことは我々も伝えておられる、韓国政府から伝えられたことでございます。だからそういうところも踏まえまして、今回、日本側からの一方的な形としてやることにしたと、こういうことでございます。もちろん竹島の問題については、きちんと先生のことを知っていただき向けながら、きちんと対応していきたいと、このように思っております。日本政府は今まで断ってきたんじゃないですか。ちょっと、はい、日本政府はすみません、まず政府、韓国政府からですね、返してくれと言われたことはございません、はい、でただ、向こうの要望にそういうのがあるというのは伝えられたことがございまして、こちらからは、いや、それは65年のやつで解決済みですよねと、これはそういう言い方はしてきております。解決済みだとしてきたことですか。それはそうです。で、その解決済みだという点においては変わっておりません。我々が購入したものは、もうこれはもう、疑う余地なく我々が所有権を持っているわけですから、そういうものについてまで向こうからオフィシャルな形で引き渡しの要求がないにもかかわらず、こっちが一方的にですね、所有権を放棄する、それはちょっと私はもう全く理解に苦しむんですよ。一体あなたたちはどこの政府なんですかと、どこの省庁なんですかと、そういうことも言いたいですし、まあ小野寺先生がね、こういう非常にイレギュラーなことをするんだったら、当然向こうからの見返りがなかったら、もう日本バカですよね。おそらくリストがあるはずですよ、いろいろ。順位はどうやってつけたのか、おそらく誰かがこれにしようと決めたはずなんだけど、これ今の話だと一体誰がこれだと決めたのか、申し訳ない、感想なんかそんなもん分かるわけないわけですから、これがいいだろうって誰かが言ったはずなんですよ。だからそういう決め方とかなんとかっていうのはもうちょっと慎重にやりませんと、これ他にも私は11月11日の時点でこういう存在を外務省に言いました。外務省は知りませんでした。その場所で私は14日にこの問題で署名すべきでないと、この日韓首脳会談でですね、ここまでまだいろいろ煮詰めなきゃいけないものがあるんだから、話の方向性としてね、外交同士で大臣同士が決めたことであれば、これは方向性を話し合うのはいいけれども、最終的な決定や署名をするのは良くないんではないかと、だから送るべきだと言ったんです。
で、しかもそれを大臣に伝えなさいと言いました。外務大臣にこの事情、大臣も知らないわけだから、ね、あの誰も知らないんだから、総理大臣も官房長官も日本側が請求、今回返すものは同じものが日本が韓国側にあるんだということを知らずにこういう話を決めてしまうんだから、ね、それをちゃんと上に上げて、その上で判断しろよと、これは少なくとも最終決着は絶対見た方がいいぞという話をしたけれども、それは大臣に伝わってるんでしょうか。そして大臣や官邸はこのことを承知でそれでも署名をしたのか、そこだけ事実確認をお願いします。大臣に伝えたんでしょうか、どうですか。今私承知しておりますので確認いたします。今日はあの勉強会ということですので、あのこの、方針について、これいつ、できる限り早くできればこの国会提出したいと考えて、これはまた国会とのご相談の話でございますけれども、あの今日あの先生方あの1回目の勉強会ということになりますので、まあ、議論は尽きないかと思いますが、今回、まあ、こういう事案があるということ、そして新藤先生からのご指摘もございました。またあの北朝鮮の問題にもございます。これ拉致問題も多分関わってくる、問題なのかと思っております。今あの今日出た指摘について一度整理してですね、持ち帰って、次回またあの近いうちに勉強会を速やかにやりたいと思ってますので、条約の、今回の協定の可否の問題の前に、少しこの問題勉強会したいと思いますし、それからあの、先生方に図ってですね、タイミングを見まして、これ外務省にお話ししてるんですが、この議期は実は閲覧が可能です。ですからあの関心のある先生方と実際の実物について、見させていただくと、そういう機会も取りたいと思うんで、石原さんいいですよね。はい、失礼いたしました。今日の閣議で国会に提出するということで失礼いたしました。じゃあ今頃閣議やってる担当者は分かんないんですね。まあ、あの政府は政府で、あの政府の方向でいくと思いますので、まあ、あのこれはまず国体で、どういうのはあの処理はされるかということ、そしてあとはあの、まあ、私ども外交部会として意見の集約ですが、あの今のお話を伺いますと、あの少しこれはあの、まあ、米協会を含めた時間が必要かなというふうに思っています。ぜひあの外務省に関しましては、今日あの出ましたさまざまな指摘については、誠意を持ってあの、次はちゃんと答えできるようにあの準備をしてきていただければ。